平野紫耀、退除経緯を暴露する YouTube 出演を計画していた。退除直前に見送り、ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。退場して、以降平野さんはファンの前に一切姿を現していません。またインスタグラムなどの SNS も、未だに解説していないのです。 芸能関係者、キングオソ脱退し、同時にジャニーズ事務所を退場してから2週間が経過した平野紫耀26。沈黙を守る理由とは、キンプリが長瀬連さん24と橋海とさん24の2人体制になって再始動する大事なタイミングで自らに注目が集まってしまうことを避けているみたいですよ。 活動再開は今週以降を予定しているそうです。海外進出を目指す平野さんは現在英語を勉強しながらダンスパフォーマンスを磨いているといいます。前で芸能関係者。そんな平野だが退場前日にブログに綴った言葉が波紋を呼んだ。平野さんは午後11時前に有料会員向けのブログを更新し共に歩んできたファンへの感謝を述べていました。また金プリが ジャニー北川さん、去年87、がデビューさせた最後のグループであることに言及しつつ、ジャニーさんごめんね。目標届かなかった、ただできないと言われたら仕方がない、と明かしていたそうです。平野さんの夢が海外進出だったため、ファンたちは金プリでは海外進出ができないと言われたのではと推測していました。前で芸能関係者。 退場間際の告白に多くのファンが反応し、一時 SNS 上ではトレンド入りする事態に、実は平野には別の計画もあったようだ。映像制作関係者は明かす。昨年末平野さんのもとに退場後の YouTube 出演オファーが舞い込んでいました。 退除に至った経緯を全て明かすというもので、平野さんにも思うところがあったのか、出演を了承し、5月末以降に撮影することで調整していたと聞きました。本音をぶっちゃけると意気込んでいた平野だが、退場日が近づくと心境に変化が、金プリに残る二人のことやこれまでお世話になってきた人々のことを考えて今回の YouTube 出演は見送ったそうです。 同時に、企画していた人とも疎遠になったため、当面、出演するつもりはないみたいですよ。平野さんは計画のとんざで逆に吹っ切れたようで、新たな目標に向かって突き進んでいると言います。前で映像制作関係者、月刊 TV ナビー23年4月号のインタビューで、仕事をするにしても、自分のやりたいことができて、プライベートも充実して、 ちゃんと手応えも感じられて、楽しく仕事がしたい、と語っていた平野。どのような手応えのある未来が待っているのだろうか。女性自身2023年6月20日号。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。 ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。